1から858年4月17日まで在位したローマ教皇。教皇に選ばれる前から学識と経験差において定評があった。彼は人々と聖職者が最初に選んだハドリアヌスが就任を拒否したことから選び直された。とある重要人物の一団は異なった候補者、アナスタシウスを望んだ。この一団は ベネディクトゥスの選挙を認めずアナスタシウスを教皇として立てた。しかし、世論の声は強くベネディクトゥスの成果が受け入れられていった。ルートビヒ2世の施設たちはベネディクトゥスにアナスタシウスとその支持者を寛容に扱うように強制した。分裂は皇帝の教皇に対する支配力を、特にその選挙での支配力を弱めるのを助けた。ベネディクトゥスは ロタール一世の息子たちの父の死に伴う争いに干渉した。彼は他の出来事にも精力的に関わり、コンスタンティノープルにも断固たる姿勢で臨んだ。ウェセックスのエゼル・ウルフと彼の息子、未来のアルフレッド大王がベネディクト在住にローマを訪問している。女教皇、ヨハンナの3年間の在位期間がレオ4世と、 ベネディクトゥスの間にあったとする主張もある。そうなると彼の在位期間はわずか数ヶ月ということになるが、これは眉つばものの主張であろう。ありがとうございます。